デジモンストーリーサイバースレス、前回の続きからプレイしていきましょう、うん、なるほど、そんなことがあったのか。いろいろと大変だったようだな。大変なんてもんじゃなかったっすよ。連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだが、思いのほか手こずってしまってね。しかし苦労の甲斐あって彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所、お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンがいる。エグザモンは仲間になんないだろう。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。しばらくは彼らに任せておいた方が良さそうだ。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーン、エデン内からはスレイプモンの反応を検出できた。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。残りの連中はおそらく意図的に反応を消しているのだろう。さて次にやるべきことは分かっているな、うん、我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ、そしてどうしたんだ。いまいち顔に締まりがないようだが大丈夫か。まあ久しぶりに戻ってきて嬉しいよね。うん、それならいいわ。ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ゆっくり味わうといい。ほう、しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。このコーヒーの味がわかるならば一人前だな。どうした、大丈夫か。さあ仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を可能な限り我々の味方につけてこい。とりあえずはマグナモンかな。大丈夫かあんた。なんだこの一瞬は。口から得体の知れない液体が。やはりこのやり取りがないと始まらないな。毒物と分かって摂取させたらそれは犯罪では。チャプター15、パラレルワールド。パラレルワールドか。パラレルワールドってことは あいつ来るんだっけ。違ったっけな。まあいっか。ゾウ、あれどこ行けいいんだっけ。とりあえず行くか。どこだっけ。渋谷だった気がする。ん、どうした。しましまがたくさん。しま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 、あ、横断歩道のことか。完全にあれだね、デジタルシフトが。ここから先は危険です。早く避難してください。見張りに気づかれないようにしないと自由に取り付けできないな。違う違う、もう便利ね、こういうとこでもできるって。めちゃくちゃ便利だわ。ちょ、見えないの不便だな。よし、とりあえず進んでいくか。みんな、ヤタガラモン、はやっ、強っ。結構きついか。いや大丈夫だよな。セイントナックルで倒せはするけど、ヤタガラモンデータ種じゃなかったっけ。あれ、ワクチンか。
よしよし、レベルアップでとりあえずは回復できたけど、こういうことやってくるのはきついな。よし、とりあえず進んでいこう。アイテムの位置とかは全部出るからな。みんな、行くよ。早い。めちゃくちゃ弱。あの強い攻撃は何だったんだろう。エクスヒール？は？おい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 、自動だからってやっていいよと悪いことがあるぞ。絶対いらないでしょう、エクスヒール。ゲレストロイヤー。よし、で、セイントナックでとどめ。ゲイン。オッケー。いいね。あ、こっちもヤタガラモン。そういえばいたな。ヤタガラモン進化させたいな。なんだっけ、レイブモンかなんかだったよね。あれかっこよくて好きなんだよね。デジモンなんかかっこよかったり可愛かったりが多いからさ、結構好き。どっち行こうかな。どっち行こう。とりあえず下行ったらいいか。上？ここ迷うんだよね。いや、これ下。うん、一旦こっち行っていい？ほら、かかっておいで。すごいな、あ、違うか、進化前と後じゃないな。別々か。なんだっけ、アクイラモンと、なんだっけ、何モンだっけ、ガルダモンか。アドベンチャーとゼロツーの組み合わせだよね。あれ？何バッチって？開発型かな？ここあれか、エテモンと戦ったとこかね。まあ、構造的にはだけど。これなんだっけ？何も、こいつらも何もんだっけ？強いな。強いってめっちゃ硬いんだけど。え、こっち54だぜ。パニックか。うわぁ。あ、でも、同じやつにやってくれたから。どんどん繋げて。これでも普通の攻撃だからまだマシなんだけどさ。これで必殺系の攻撃やって、死んだらどうすんだよな。いいなぁ、やっぱ。硬いっていうか、あれか。弱点でいかなきゃっていうことだよね。どうしたもんかな。結構厳しいな。よしよし。どうしようかな。ダークドラモンはいいんだけど、ちょっと編成変えようかな。てか普通に使ってみたい。レディーデミモンがどんな感じなんだろうか。でもウイルス2人入れてんのきついかな。きついか。きついな。きつい気はするな。ん？いや、とりあえずちょっと待って、そのままにしとこうか。なんか怖い気がする。いや、どうしようかな。戻すか。てかアクティン種が多いな。ダメだな。ちょっと編成変えたいな。それかなんか進化させて種が変わるやつをどうにかせんと。これはみんな行くよ。やたがらもんか。強いな。セイントラックル弱いな。そろそろ進化いけそうな感じなんだけど、
お、さっきのあれか、びっくりマークのとこは通れるようになってたのか。よしよし、そっち行ってみよう。これでもよっ、本当のさ渋谷駅もこんな感じなのかな。全然知らないんだけど、こんな感じってこんな、うん、構造的にさ、こんな入り組んでんのかな。いや、さすがにな、迷うなんてもんじゃないでしょこれ。よし、進化とかはいいんだけど、ちょっとコンバートする。スキャン順、ソート、名前順、世代順、世代順で完全体でコンバートできるやつなんかいないよな。あと誰か連れてくるか。殿様ゲコモンって何、完全体来る。サングルム、これ成熟期か。メガドラモン、あ、これ完全体だ。こいつ連れていくか。こいつ連れていこう。移動で、メガドラモンを、パーティーに、ギリだな。ギリギリ入るな。でね、確かね、これね、一番最後に戦うのが、ディナスモンだったと思うんだよね。ディナスモンデータ種なんだよね。だからウイルス種入れたんだけど。だった気がする程度でもう言ってるんだけど。これでも、さすがに、マグナモンがいるな。マグナモンはいるけど、マグナモンとは絶対に戦わんから。とりあえず変えるか。こう変えて、いや、これでもな、結構きついぞこれ。ちょっと待って、アルマジモンだけ進化させてくるの。よし、オッケー、行こう。マグナモン、お話しよう。マグナモンはね、やっぱね、主役デジモンだからね。この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。爽やかだね。正直に言って僕はまだ迷っているんです。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。人間の心が歪んでいるからあんな醜い化け物が生まれたのだと多くのデジモンたちは考えています。それがもし真実なら、人間は全ての世界に危機をもたらす存在。ルフトモンの行動は正しいということになります。それ他人が言った意見を鵜呑みにしてるだけだよね。お前自身はどう考えてんの？それに僕は、この世界に来てみて、デジモンたちを道具のように扱う悪い人間がいることを知りました。ですが、君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕には、君たち人間のことがよくわかりません。一体どれが本当の人間の姿なんです。実は僕に連れがいたんです。連れ？二つの世界が交わった時、イーターから救うためにこの世界に連れてきた小さな連れが、あいにくあの混乱で離れ離れになってしまいました。彼らはまだ幼く弱い。ひょっとしたら悪い人間に捕まっているかもしれません。もしものことがあったら僕は人間を許さない。今彼らが置かれている状況が人間を図る指針になるでしょう。ノキアが回収してる子たちかな。ちょっとタイム、またまたまた、ウェイト、よかった間に合った。事務所に行ったら京子さんがいてこの場所を教えてくれたの。すっごい探したのよ。君は？ほらみんな、やっと見つかったよ。マグナモン、みんな無事だったんですね。マグナモン、ノキアたちが、この人間たちが
僕らを助けてくれたんだ。助けてくれた人間が、ようやく見つけた。さすが京子さんだわ。もうほとんどのロイヤルナイツの居場所を把握してたとは。これでみんな合流できたね、オメガモン。オメガモン、オメガモン、あなた人間と行動を共にしていたのですか。その通り、バグナも君になら分かるはずだ。人間を危険な存在と切り捨てるのは間違った選択だと。ですが、僕たちの世界のあの惨状を作り出したのは。ノキアたちはそのことを知った上で現状の打開を望んでいる。デジモンと人間の双方を助けるため力を惜しまず戦っているのもまだ人間なのだ。確かにルフトモンによって人間が滅ぼされればデジモンたちは救われるかもしれない。しかし結果を急ぐあまり分かり合えるはずの者たちを滅ぼしていいというのか。私はそうは思わない。マグナモン、僕たちノキアのことが大好き。一緒にいられたら嬉しいな。僕が膝を抱えて悩んでいた間、あなたたちは走り行動し僕の仲間を救ってくれていたのですね。行動すればなんとかなる。それを教えてくれたのも人間ノキアだ。オメガモン、もう十分です。僕の迷いは晴れました。もう十分ですって、なんか言い方ちょっと、もうちょっとあるだろう。もし人との共闘がロイヤルナイツの汚名になろうとも、仲間を守ってくれた恩は返さなくてはなりません。ノキアさん、人間とデジモンが手を取り合えるよう僕もできるだけのことをさせてもらいます。うん、ありがとうマグナモン。惑わされるな。ノキア、私の接近に気づかぬとは。ふぬけたなオメガモン。デュラスモン、マグナモン、奴らの還元に耳を貸してはいかん。デジタルワールドで我らがイーターと戦った苦難の日々を忘れたか。イーターに食われた仲間たちの苦悶の叫びを思い出せ。なんか軽いな、ディナスモンの声。あれかな、デジモンフロンティアのイメージが強いからかな。人と我らが手を取り合う可能性など、こやつらが電脳空間を作った瞬間に決めている。お前が立つべきはこちら側だ。ロイヤルナイツの一人としてイグドラシルの意志に従え。もしもイグドラシルの意志が彼女たちを傷つけろと命じるならば、僕は従わない。仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。理解できぬな。なぜ愚劣な人間どもの味方など。確かに愚かな人もいるでしょう。でも人はそれだけではない。苦境に抗い仲間を救ってくれた彼らのその輝きに僕は賭ける。来るぞ。果ての結末こそ、なんか強かった気がするんだよな。我が望みにさせてくれたな。うーわ、レリリルももう死にかけなんだけど、回復追いつかんなこれ多分。これを使って。微妙だな、低いのもダメだなこれな。ダークロア、どれぐらい減る。あ、弱っ。同じデータ種なのか。メガドラモンどうだろう、微妙かな。でもまあやらないよりマシだろう。まあまあまあって感じか。ライフドレイン、うわすげえ迷惑な攻撃してくるな。ダークネスウェーブ、ナイトメア、あ攻撃に関してはレディデモンの方が強い。そうでもないのかな。ダークドラ、まあでも主戦力はダークドラモンか。コメットハンマー3、メガドラモンで敵一体に、どうなんだろう、魔法攻撃の方が強いとかあんのかな。
ソニックボーイでやってみる？あ、そうでもない。そうでもないどころの問題ではない。ちょ、回復回復。回復しよう。500回復でいいよね。マグナモンも回復されてるけど、マグナモンどれぐらい減ってんのかわからんな。ダークロー。主戦力。総火力でいくしかないな。オーラ。お、ありがたい。ありがたいけど。回復しょぼいな。あ、ナイトメア2あんじゃん。ナイトメア2。お、いいね。次終わるな。ジェノサイドアタック。あ、終わんない。終わんない。あ、2回攻撃か。いけるな。よし。はい、終わり。OK。 経験値すごい。セイバーハックもメタルガル、メタルグレイモン、ワーガルモン、3人進化いけるかな。後で見てみよう。お、リバイブ覚えた。分が悪いか。この借りは必ず返すぞ。望むところです。それだけの決意はしたつもりですから。マグナモンでかくない？マグナモン、すっごく頼もしい仲間ができて、私超感激。僕の方こそありがとうございます。きっかけを与えてくれて。これから僕はずっと人間の味方です。何かあればいつでも呼んでください。割とずっといてほしいんだけど。そうだ、協力の証としてあなたにこれを渡しておきましょう。何？調和の意思。何？そ、調和の意思はものなの？一旦事務所に戻ろう。そうか、マグナモンが仲間になってくれたか。彼はロイヤルナイツにおける守りの要、心強い味方ができたな。随分詳しいですね、京子さん。どうして私がこんなにもロイヤルナイツについて詳しいのか。だって考えても似たまえ。私は探偵だ。無論調査したに決まっている。うん、調査方法を知りたいというのか。それはな、企業秘密ということにさせてもらうよ。いずれその疑問は解消されるとは思うがね。よし、オッケー。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。